N2P 村上龍一です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきたいと思います。こちらカルビーあなただけの食感キャラクター育成コンテンツ食感 ASMR カモン。 ASMR を活用した指でタップするとザクザクという咀嚼音を鳴らし触れた分だけ大きく成長する育成ゲームをクリアしツイートすることで参加完了。発見 ASMR。 まあ ASMR っていうのは人がこう聴覚とか視覚とか、まあ、そういうのを刺激によって感じる心地よいとか脳がゾワゾワするといった反応とか感覚を指すんですけども、まあ、何らかの音が耳元で聞こえる風に録音されている音源のことを指すことがまあ多そうですね。去年ぐらい YouTube で高校生とかそういった世代に流行って話題になってたんですね。でまあこう聞くと脳みそがくすぐられるというかゾクゾクするっていう、まあ脳みそがハックされてるような感覚になるでトリップできるみたいなところで流行ったんだと思いますが、まあ、それを活用したプロモーションになっていると、まあ、ASMR 好きな高校生をターゲットに刺しに行ってるってことなんでしょうね。実際のキャンペーンではタップすると咀嚼音を鳴らすポテチがいてでそのタップ続けていくとそのポテチが成長するっていう、まあなんか自分でも何言ってるのかよく分かんないものなんですけど、まあそれを成長させ続けるとツイート画面が出てきてツイートできる、それでまあ応募完了となる。まあ咀嚼音をダウンロードできたりとか、まあ、それを改変してもいいみたいなこう新しいもの好きな若者を取り入れる施策っていうのが見て取れると。まあ、ASMR って、まあ、咀嚼音が結構メジャーですけど、まあ、ポテチの音だったら結構耳障りも良さそうだし、まあ、他結構ねピザとかの咀嚼音の ASMR とかあるんですよ。結構不快なんですよ。耳元で誰かがピザ食ってるうわーってなる。まああとメジャーどころとしてはやっぱり ASMR は耳かきとかシャンプーとかスライムとかタップ音とか、まあそういったあたりですかね。まあ、YouTube とか Spotify でも結構な数の ASMR 体験ができるんで、まあ、気になった人はぜひやってみてもいいからね。 ASMR は企業文化の音を残そうみたいな取り組みも行われてたりして若者だけじゃなくなってきているぞ。これであなたの企画もネクストステージだ。面白いデジタルプロモーションを見つけたらコメント欄でぜひ教えてください。また勉強になったなと思ったら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。